じゃあ本日はですね、IT ベンチャー企業で人事されている結城さんにお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、結城さんが今持たれている夢やビジョンを教えていただけますか？はい。私今ご紹介いただいたように、うん、IT 企業で人事として仕事をしているんですけど、はい、なのでそういう意味だとこう人事としては会社で必要な人をこう採用するとか、うん、いわゆるこう仲間を作るとかチームを作るっていうのがミッションなわけですけど、まあ、それも一つとして、でそこにとどまらずですね、こう人事という仕事を通して仕事をするってことがこう楽しいことなんだっていうことだったりとか、人生を豊かにする一つの要素が仕事であるっていうことを世の中に、まあ、少しでも伝えることができれば、うん、いいなというふうに思いながら、はい、日々仕事をしたりとか生活をしているので、うん、まあ、それが一つ夢だったりとか、うん、私の人生の大切な時間を使って成し遂げたいことでもあります。うんうんうん、なるほど。じゃあそうやって人に伝えていったら、なんかこんなふうに周りが変わっていくなっていう、そういったイメージとかもあるんですか？そうですね、うん、すぐにこうガラッと変わるってことはないと思うんですけど、それこそ、うん、例えば弊社に応募いただいて、まずはこう簡単にお話をさせていただく中で、最終的に弊社に入社しなかった場合でも、あ、なんか仕事するって、なんか楽しく仕事をすることもできるんだなっていうことを、出会いからお伝えすることもできるかなと思っていて、仕事イコール生きるためにしなければいけないこととか、もちろんその要素もあると思っていて、きれい事じゃなくて現実問題として、私たちってこう日々、まあ、それこそ家の家賃を払うとかっていうこともそうですし、光熱費払う、食事を取らなければこう生きていくことができないじゃないですか、人間って。なのでそのために最低限の収入は必要で、それを得る手段としてこう労働仕事があるっていうことだと思うんですが、それって別にその生きるためだけに仕事をしなければいけないってことでもないと思ってて、それもそうだし、プラスアルファでそれを楽しむとか、楽しんで、それこそ自分の命を続けることもできて、それが楽しいことだったら、それ理想だと思うんですよ。別に苦しいことで自分の命を続けなければいけないとは私は思っていないので、だからこう、とにかく生きるためだけに働くっていうことじゃなくて、まあ、プラスアルファで望む方にとってはこうそれが楽しいものになるっていうのが、まあ、理想で、うん、なんかそこは欲張ってもいいんじゃないかなっていうのをすごく思ってるんですよね。うん、なので、全員に共有する、全ての人に共有するものではないんですけども、そうですね、もっと欲張っていいんじゃないかなっていうことも思ってて、楽しく仕事をしながらきちんとこう必要な対価もいただきつつ、でまたもっと頑張ろうって思う気持ちが生まれて、そしたらパフォーマンスもきっと上がっていくだろうし、可能性も広がっていったりとか、自分の人生で選択が増えていくことによって、またその先にも多分幸せとか豊かさがあると思いますしっていう感じで、なんかそれってこう何か一つしか選んじゃいけないなんてことは世の中にないと思ってるので、欲しいものとか得られた方がいいなって願うものは得られる、まあ、そんな人生につなげていくことが、仕事を通してできるんじゃないかなっていうのはすごく思っていることとしてあるので、それがこう伝えられる一つの立場として人事ってあるのかなっていうふうに思っているので、そこまでの仕事が今の時点でちゃんとできてるかどうかは、まあちょっとまた別の問題としてあるかもしれないんですけど、個人的にはそういうことを考えながら、自分が何ができるのかなっていうのを、そうですね、思いながら仕事に取り組んでいるっていう、そうですね。でも大事ですね、仕事楽しみながらこう、できたら人生も、ね、やっぱ仕事の時間長いので楽しくなりそうだなっていうのは思いますね。はい、その夢やビジョンをこう具現化するための目標計画、まあ、例えば今年ここまでやりたいとか、3年後はこうなっておりたいっていうのはありますか？
そうですね。なんかそれで言うと、すごく正直なこと言うと、ないっていうのが、もしかしたら正直なところかもしれないです。私が思っているのが、もちろんその3年後、5年後、こんな風になってたらいいなっていう、すごくぼんやりとしたというか、ざっくりした方向性みたいなものは持ってはいるんですけど、ただ、将来のことって全くわからないなと思っていて、何もこう私たちって、なんだろう、仮説を立てることとか想像することはできるけど、確かなものって何もなくって、でも今は確かなんですよね。今、この瞬間は確かだと思ってて。ってなった時に、この今をし、あの、一生懸命とか、最重要と位置づけて、今を生きることによって、今の積み重ねが将来で3年後かもしれないし、5年後かもしれないっていうのが私の価値観なので、あんまりこう3年後こうなってたいから、じゃあ逆算して今これやりますというよりは、今やりたいこと、今できること、で、今挑戦したいなって思うことに、時間も使うし、自分の使える労力とかも全てを費やすことによって、3年後、たどり着いた時に見えた景色とか、自分がいる場所っていうので、それでいいんじゃないかなと思っているっていうのはあるので、そうですね。あんまりこう、計画的ではないですけども、でも本当に今をこう大事にねされて、そはい。の積み重ねが未来にもつながっていくっていう、そういったイメージがそうです私ね。はね受け取りはい。ました。では今されてる活動、基本活動と活動指針っていうのも伺ってます。活動内容と、その中で大事にしてることですね、そちら教えていただけますか？はい、そうですね。活動していることとしては、個人としては、ツイッターと、あとは、スタンド FM での、アウトプット、配信っていうのを行っています。スタンド FM はその音声プラットフォームで、いわゆるラジオなんですよね。自分のもちろんこう映像とかはなくて声だけなんですけど、2020年の5月から、なのでちょうどコロナでこう外出制限とかが、特にこう強まってた時ぐらいから音声プラットフォームでの配信を始めて、最初は本当に1日1配信、毎日していて、最近は、気が向いた時にっていう感じで、週4か5配信ぐらいしているっていう感じなんですけど、そこで、私のそれこそ生きるこの価値観の話とか、あとはこう、キャリア、転職、仕事の話みたいなこともしてますし、あとは全く全然こう、違った趣味の話とかも、様々、あまりカテゴリーも決めずにやっているんですけど、そこでこうアウトプットするっていうところで、世の中にこう私っていう、一人の、たった一人の人間なんですけど、こういう価値観もあるんだよっていうので、一つの選択肢として、それを知ってもらうことができて、で、その知った結果、それをその自分の中に受け入れるか受け入れないかは、聞いた人が選ぶことでいいと思ってるんですけど、結構変わった経験とかはしてきているので、そんな考え方でもいいんだなって多分思っていただけるような内容かなと思うので、そういうお話をさせていただいているっていうのが、一つですね。あとはこう近しいところで、140文字で表現できることについては、ツイッターでツイートをさせていただいていて、文字数足りないことはノートとかに一部書いたりとかしながら、世の中にアウトプットをさせていただいてるっていうのが個人的な活動ですね。で、ここで基本にしていることは、とにかく、すごく意識しているというよりは、もう私のまま、ありのままで、文字を書くとか、ありのままで話すということですね。なので、外からどういうふうに見えるかとか、誰が、その受け取った人が何を感じるかっていうところで、誰かをこう、著しく傷つけることだけはないようにっていうところは気にはしているんですけど、変にこう、飾ったりとか、作り込んだりするのではなくて、そのまま、自分のままで発信するっていうところを基本にしています。なるほで、価値ど。観としては、とても楽観的なので、多分、結果として、楽観的だったりとか、ポジティブな内容になっていると思うんですけど、そこにこう、嘘偽りはないっていうところ
をとにかく大切にしたアウトプットにしています。なるほど。じゃあ本当にね、ご自身にまっすぐにこうアウトプットを、ね、こう大事にされてるんだなっていうのはすごく思いました。はい、じゃあ改めてなんですけど、夢やビジョンを持つようになったきっかけって何があったんですか？そうですね、その人事としてこう仕事が面白いということを世の中にこう伝えたいとか、今の価値観、こう楽観的とか、すごくポジティブみたいなところに行き着いたのは、2015年から2019年の間に、私、ベトナムで仕事をしていて、ベトナムに住んでいたんですけど、その日本以外の、国とか、文化に触れて生活をしたっていうのが、きっかけでした。なんていうんですかね、こう日本にいて日本人として生まれ日本で育ち、周りの方もほとんどが日本人の方っていう中で生きていると、日本が世界の全てだみたいな感覚に、全ての人がなってるわけじゃないですけど、私はすごくそういう状態で、日本って多分世界的に非常に恵まれてる国だったりとか、整ってる国だと思うんですね。で、言葉で聞く機会っていうのは日本にいても多くあると思うんですけど、あんまりこう実感って少ないんじゃないかなと思っていて、なぜならやっぱりそれがスタンダードに私たちにとってなってしまっていると、なんかこれって恵まれているらしいけど、っていうのを頭でしかこう理解することが難しいのかなと思っています。で、私はなのでそういう意味で言うと、本当に外に出てみて、もう身をもって実体験として感じたこととして、やっぱりこう日本人で良かったなっていうこととか、日本という国が素晴らしいってい こう日本人であることへの誇りみたいなのをすごく感じるようになったんですね。からこう日々、それこそ朝起きて電気がつくこととか、朝起きて自分が水蛇口をひねった時に水が問題なく出てきてて、それがまた綺麗な水でとかっていうのって一つ一つ考えてみた時に、それって全く当たり前のことじゃなくて、日本では当たり前ですけど、世界のどこかではそれが当たり前じゃない国が本当にたくさんあるっていうのをなんかこう大げさな言葉だなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それをこう痛感した経験から、こう実は幸せとか感謝みたいなものって私たちのもう周りにたくさんあるというよりも、すでに本当はもう私たちは持っているもので、でそれに気づけるか気づけないか、目を向けられるか向けられないかによって。かなりこう人生の豊かさとか、自分のこう感じるものっていうのが変わるなっていうのが、きっかけとしてあったんですね。なので本当にこう環境を変えてみて知ることができたとか、気づくことができたっていうことで、そうですね、海外での、生活した経験が、きっかけになっています。そうですね。じゃあ多分日本とね、多分そのベトナムで大きな差を見たと思うんですけど、多分そういうのを見ても、なんだろう、こうまあそういった違いがあるよねっていうぐらいで終わられる方もいらっしゃれば、まあそういった働くのをね、こう楽しくっていうところまでなんか思い至らない人もいると思うんですね。なんかそうなっている背景というか、その夢やビジョンのきっかけ、そのベトナム行かれたことだと思うんですけど、そこになんか気づける結城さんのなんか背景がまたあるのかなと思いまして、なんか問題意識とか、なんかそういったのはこう、その背景は何なんだろうなっていうのをちょっと聞いてみたいなって思いました。そうですね、なんかそれで言うと、多分ベトナムに行って、すごくいろんな人に助けてもらって、ようやく生活ができるっていう。その要は、ベトナムだと公用語がベトナム語で、で、第二外国語として英語が使える国みたいな感じなので、英語でなんとかなる環境もあるんですけど、やはり大半はベトナム語がわからないととか、ベトナムの文化がわからないと、自分が思うように生きることが、できないっていう、そういう状況に、こう、身を置かれたときに、もう
ベトナムに行って早々に、ベトナムコーヒー甘いんですけど、それ美味しいなと思って飲みすぎて、歯が折れたんですよ。うんうん、2週間ぐらいで。歯折れた経験って皆さんあんまないと思うんですけど、あんまないです歯が折れたんですよ。毎日歯も磨いてたし、うん、ちゃんと生活してたのに歯が折れたんですね。はい、で、歯が折れた経験ないので、うん、で、しかもベトナムという異国でっていう状況で、うん、歯医者がどこにあるのか、うん、で、歯が折れてどんな治療するか分かんなくて、で、まあ、ベトナムって知らない土地なので、うん、ベトナムで歯科治療を受けて大丈夫なのかなとか、もう山ほど心配事があってとか、うん、分かんないことも山ほどあった時に、助けてくれたのが職場のベトナム人の子たちで、うん、あ、なんか全部調べてくれて、そう、歯が欠けたんだったらここの病院が一番いいよとか、うん、ここまでの行き方はこういう風に行けば、うん、まあ、なんか一番近いし問題なく行けるよとか、本当に、うん、全部、うん、たった歯が欠けて、病院に行って見てもらうっていう、うん、それすらもこう自分一人の力で何もできなかったっていうのをなんかこう痛烈に、体験して、うん、本当にこうそれまでもこう一人で生きてるって思ってたわけではないんですけど、うん、改めて本当に一人じゃ人間って生きられないし生きられてるわけがないんだなっていうのをこう感じた、うん、時に、うんうんうん、やっぱりこう自分がこう今こうしてすでにこの今この状態で喋ってられるとか、うん、いられるっていうこと自体が本当にたくさんの人、うん、今周りにいる人もそうですし会ったことのない人とかあとはもっと昔にこう生きられてた方とか、うん、本当にそういう人たちのおかげさまで、うん、今の自分が成り立ってるっていうのを、うん、そうですね、まあなんかすごいショックを受けた、ショックというか何ですか、それはなんかネガティブなショックじゃなくて、うんうんうん、なんかこう本当に雷落ちるみたいな表現だとベタなのかもしれないですけど、うん、そうですね、なんかだから結構ショック療法に近くて歯が折れて、うんうんうん、そうですね、やばいみたいな、なったところからは、うん、いろんな気づきがあって、でなんかそれからその、なんていうのか、その気づきをもとに、うん、こう日々を過ごすようになった時に、うん、なんかそれまでってもっと幸せになりたいなとかもっと幸せになれるはずみたいな感覚をすごい持ってたんですよね。どうしたら幸せになれるのかなって、うんうん、でその時の状態が幸せじゃなかったわけではないんですけど、うん、もっと多くの幸せを望んでいるっていう状態だったんですけど、うんうん、なんかあれみたいな、すでに実は幸せなんだっていうことに気がついて、うん、だから今私って幸せになりたいとかって思ってないんですよ、うん、全く思ってなくて、もう今幸せで、だからもう今の状態である意味満足はしていて、うんうん、今もうすでに最高に素晴らしい人生だと思ってるんですよね、うん、でこう自分の人生はもうすでに最高なので、なのでこうなんだろうな、こう自分を生かしてくれたりとか自分をこう幸せにこう保ってくださっているこう多くの、人たちにこう自分ができることって何なのかなってい こう次のステップっていうことじゃないと思うんですけど、自分はもう十分だからなんか他にできることがあったらいいなっていうので、うん、そうですね、こう仕事を通して、うん、他の人がこう仕事が楽しくなったりとか、うん、まあ、それによって人生が豊かになったりとかすることにこう自分が貢献できたらいいなっていう風になっていったっていうところがあるので、うん、歯が折れたおかげかもしれないですね、うん、はい、いやでもね、なんかそう言って多くの方に多分ね協力をもらってっていうところがすごくいい意味でショックを受けたっていうところが ね、あったんだろうなって思いましたし、やっぱり日本の当たり前がね、うん、当たり前じゃないんだっていうところも大きな ね、こうすごい変化だったのかなっていうのを感じました、うん、なんかお話聞きながらですね、私もやっぱりどうしてもね日本住んでると日本が当たり前って思い込みやすいんですけど、うん、でもそうじゃないところもあるんだっていうことをこう改めてお話聞いたのがすごく面白かったです、うん、はい、では本日インタビューでお伺いしたいことは以上となりますので、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。